おはようございます。8月5日熊沢でございます。昨日上げた動画なんですけど、なんかちょっとからぐれしたいなと思って撮りました。タバコを吸ってるね動画。まあタバコを吸うっていう行為自体がまあ世間的にねどうなんだろうっていう問題はありますけど、まあそんなのをね、あの表現の範疇なので、なんでタバコを吸ってるものにしたかっていうと、煙の美しさを出したいなと思ったからなんですよね。まあそういったことがありまして、特にシーンが切り替わることもなく、ただからぐれをするだけの動画でしたけれども、昨日ね使ったのはこれですね。はい、僕が持ってる LED、 ちっちゃいほんとこんぐらいのサイズの LED なんですけど、それを2個持ってるんですけど、両方ねこの暖色のフィルターがついてくるので、後ろに当てていた、背景に当てていたものは白、白色。今も後ろに置いてますけどね、後ろに置いているのも白色で、今天井バウンスで、顔に当ててたのがこのフィルターをつけたやつということで、まあ色温度を 2500K というね、めちゃめちゃ冷たい色になってると思います。はい、で設定はシネライク D の、コントラストとサイドを爆下げのみで、ハイライトシャドウを、ハイライトをマイナス5、シャドウをプラス5っていう形で、かなり、コントラストを抑えたダイナミックレンジの狭い映像を、2500K で撮って、でそこを、まあ、色を乗せていったというような感じですね。なので何かこう、まあ、思うことがあった方はぜひコメントしておいていただけたらと思うんですけど、ただねちょっと暗いところでちょっとオートフォーカスに任せたんで、ピントはね、ちょっと微妙に合ってなかったんですけど、まあそれはもうちょっとどうでもよかったんで、作品としてっていうよりかもうからぐれしたかったっていうだけの話で、はい。でチャンネルのねこう方向性っていうのは日々考えてることなんですけど、やっぱりねあんまりこう気取りたくないなっていうのがありました。なんかチャンネル自体がもう熊沢そのもので あるのが一番いいなと思ったんで、なんか編集も本当は数字を取りに行くっていう考え方をした時に、まず話題は、なるだけ旬なもの、検索されやすいものとか、あるいは、チャンネル登録を増やすためになるだけその間延びしない動画っていうのは多分重要だと思うんですけど、初動の段階で僕がね見ててつまらないんですよやっぱり。だから自分が楽しいと思うことはやらないっていう考え方で、どうしても僕は、他にもね仕事をしているわけで、まあ一応本業っていうのがあるわけですよね、曲を作ったりとか映像編集をしたり撮影しに行ったりそういうことがやっぱりあるので、それがおざなりになるのは良くないと、考えた時に、まあいかにして自分のその今時間を費やしている分、時間を取られているのでどう簡略化するかっていうのはすごく考えるわけですよ。で一番今引っかかっているのがエンコードなんですよね。でエンコードもまあ僕基本作品を作るっていうところでエンコードをするので、一応その YouTube 公開用のデータを作る、プリセットっていうのをあらかじめ作ってあるんですよね。僕はエンコードにコンプレッサー4という、ソフトを使ってまして、それはファイナルカットプロと完全互換のまあ家族みたいなもんですよね、モーションと並んで。で、それを使ってて、ファイナルカットからもう直接コンプレッサーに移動してもらうような感じの、使い方をしてるんですけど、そのコンプレッサー4の中に、まあ、プリセットを組んでおくことができて、まあ、その YouTube 公開用のデータを作るための、そのプリセットをもう準備してあるんですよ。もうずっと前から。やっぱクライアントによってはもう納品する時点で YouTube に上げるっていうことが前提にある場合は、本当のオリジナルのマスターデータ、
として、まあ、MOV の、プロレス422のやつをお渡しするんですよ。はい。で、まあ、クライアントが、Windows を使ってる場合もあるので、そうすると MOV 開けないんで、まあ、YouTube 公開用のデータとしてお渡しすることもあるし、YouTube に公開することが前提であることがほとんどなので、DVD とかでない限り。まあ、プリセットを組んで、そこからエンコードしていけば、まあ、ワークフローとしては、その毎回毎回セッティングする必要がないっていう理由があって、やってるんですけど、今までそれで、このチャンネルのね、動画はやってきたんですけど、ちょっとね、時間がかかることがあるんですよ。で、時間がかかる一個の理由は、まあ、まずビットレートですかね。映像のビットレート。で、もう一個は、多分マルチパス。エンコードの種類の中に、まあ、シングルパスとマルチパスっていうのがあって、まあ、ツーパスとも言ったりするんですけど、データを圧縮するために、あんまり動いてない映像の時には、ビットレートを下げて、で、動いてる映像の時は、ビットレートは稼いでっていう感じで、まあ、可変ビットレートって言ったりするんですけど、固定ビットレートの場合は、1秒間、ビットレートって、BPS って書くんですけど、略式で。単位っていうかね。まあ、キロ BPS とか、メガ BPS とかあるんですけど、BPS っていうのは、ビットパーセカンド。まあ、毎秒あたりのビット数ですね。毎秒ビット数。なので、その毎秒、同じビットレートで刻んでいくのを、まあ、固定ビットレート。で、可変ビットレートっていうのは、秒単位でビットレートが変わるっていうものなんですけど。で、僕は、可変ビットレートの、マルチパスでやってるんですよ。で、マルチパスっていうのは、要は、何回も、複数回、その動画を、パソコン、コンピューター側が、まあ、動画を読み取るわけですよ、要は。例えば15分の動画であれば、15分見て、で、もう一回見て、もう一回見て、みたいな。より、精度の高い、可変ビットレート式の、まあ、動画を仕上げることができる。圧縮率を高くできるっていうか、まあ、より高画質に、よりクオリティを高く、圧縮することができるっていうものなんですけど、まあ、一個ビットレートの問題で、YouTube のエンコードの推奨設定みたいなのが一応 YouTube のヘルプページに書いてありまして、一応ね、フル HD、まあ、縦の解像度が1080のことを、まあ、フル HD って定義づけたりするんですけど、その 1080p の、推奨ビットレート、フレームレートが24あるいは30である場合は 8Mbps なんですよ。で、まあ、8メガってどういうことかっていうと、1000キロビットで 1Mbps なんですよね。約。ってことは8000キロ BPS なんですよ。で、僕はエンコードを3万キロ BPS でやってるんですよね。コンプレッサーの中での最大値。なので、8000キロまで下げてもいいんじゃないかなっていう。どっちにしても、再エンコード食らうんですよ。YouTube に投稿するときって。で、強制的に 8Mbps にされちゃうので、だったら 8Mbps でいいんじゃないかなっていう考え方にちょっとシフトしました。なので、このブログからちょっとそのエンコードで行ってみたいな。で、今日はちょっとマルチパスで行ってみようかなと思うんですけど、次はちょっと、マルチパスのチェックを外してシングルパスでやってみようかなとかって思って、ちょっとそこの食う時間っていうのもすごくもったいなくて、要は処理する時間って基本的にはまあ、他のタスクは遂行しない方がいいんですよね。GPU と CPU の兼ね合いで。だから、ちょっとそこのエンコードの時間、アップロードの時間っていうのも、まあ、ものすごく大事なことなので、そこも含めて編集なんですよ。この僕が
自分で撮って自分で編集して自分で公開してっていう流れの中で、編集したら終わりじゃなくて、編集してエンコードをして、で公開する、アップロードをして公開する、この一連の流れがやっぱあるので、それを全て含めてやっぱエンコードって、あ、じゃあ、編集だと思うんで、投稿までの流れね。なのでそこはちょっと見直した方がいいかな、最適化しておきたいかなっていう感じがしました。で、編集も結局、まあ、その、パンパンパンパーンっていう編集も、YouTube カットというか、トレンドではあると思うんですけど、そもそもね、まあ、自分が発信する内容をどういった人が興味持つか、わからないから、なんとも言えないけど、そんなね、若い子に向けた内容ではないと思うんですよ。やっぱり。なので、その若い子は意識しなくてもいいのかなって考えたときに、まあ、ゆったり、まあ結構ちょっと早口に喋ることの方が多いですけど、かなりテンポ感は早い喋りだと思うんですけど、本当にその、なんだろうな、ラジオ的に聞ける要素も持っていていいのかなって。息苦しくならない。きちんとブレスがあったり、余白があって、あからさまにちょっとここなんか考え事しすぎて長いなっていう時とかはカットしますけど、あんまりこう息苦しくならない方向で、基本はノーカット、ほぼ無編集ぐらいで毎日コツコツやっていく方が、いろんなところに影響をきたさないかなっていうのはすごく考えたっていうふうに思いました。なので、まあその日その日で仕事があるないっていうのがあるので、ない日にがっつり作って、ある日はまあ1本ないし2本撮って、1本は絶対撮るので、これはもう本当当日に撮って当日にあげるっていう性質でやっていきたいと思ってるから、まあそういう風にしたいなーって方向として、もう全部がビデオブログっていう方向の方がいいのかなーって思ったっていう。でもちょっとハウツーみたいな要素も含まれるんで、この縦のビデオブログはもうビデオブログのシリーズとしてもうナンバー打ってますからコツコツやっていくし、もう一個の方横動画のやつはもうちょっと突っ込んでもいいのかななんていう風に思ったりもしたっていう感じですかね。はい。やっぱエンコードの問題は多少考えていかなければならないなって思ったりもしてるんで、もちろんうちのね、僕が使ってる Mac Pro の GPU の性能も十分影響してくることなので、ちょっと新しく入れなきゃなっていう気持ちももちろん持ってるんです。もう今やっぱ 4K に最適化されてる、まあ、ものを使いたいと思ってるので、結構しっかりしたもの、最新の Mac に積まれているのと同等あるいはそれ以上の最高級クラスのものは入れておきたい気持ちもやっぱりあったりするから、まあそこはちょっとゆくゆく考えていかなきゃいけないなって思ってますね。はい。で、まあ、どっかのタイミングから全部 4K で出したいなっていう気持ちをものすごく持っていて、本来であれば例えば GH5 でやっていくのが、まあ一番いいと思うんですよ。だけど、なぜ僕が GH4 を選んだかっていうと、その、一眼ムービーであるとか、YouTube への動画投稿、ビデオブロガーになりたいんだっていう人たちが、機材の面で、クオリティの高い映像の綺麗なものではありたいんだけど、そんなに初期投資はできないよっていう層もいると思うんですよ。それをできないで終わらせるのってもったいないなって思うから、僕は YouTube 専用で GH4 を導入したっていう感じなんですよね。なのでそこはちょっとぶらしたくないかなっていう、僕の最初のコンセプトでもあるんで、機材が優れてたらそれでいいのか、それでいいんだっていう側面もあるけど、
でもまあそうだけじゃないじゃんっていうところで、まあ昨日みたいな動画も出したし、出していきたいと思ってるしね。いや GH4 で全然ここまでできますけどっていう。うん。もちろんね、じゃあ、その、ガチガチにビジネスで参入してきた人が、広告収入得られるようになったら、そこを機材投資するんだっていうのもあると思うけど、初動でさ、20万、30万かけられませんよ、趣味に。初っ端。始めるところが僕は重要だと思うから。ね、だから、趣味の方がお金使うと思うけどね。趣味の方がお金は使うと思うけど、ちょっとかなり高い買い物ではあるので、僕は GH4 でいいんじゃないかなっていうところでおすすめをものすごくしていきたいっていうのはあったりもするんですよね。はい。で、最初やっぱ僕の情報をキャッチするのって音楽仲間だったりすると思ったから、いや、定額給付金くらいで買えるんじゃないっていうぐらいのコスパは持ってると思うんで、まあそういうつもりでやったっていう感じですかね。はい。で、音声の部分も、やっぱ難しくて、きちんとレコーディングされた音源しか今までいじってこなかった分、結構ね、悩みがあるんですよ。ハムノイズをどこまで除去するのがいいのかとか、視察音。この視察音を、どの塩梅で切っていくのがいいのかとか、このどうだろうな、マルチバンドでコンプ入れていくのがいいのか、全体的にコンプ入れていくのがいいのか、ラウドネスを意識してしっかり結構潰す方がいいのか、ボーカルライダーみたいなオートメーション系のトリムプラグインで調整していくのがいいのか、いろんなことを考えていろんなことを試している段階なので、一回ね、こういう風にやってるぜっていう動画出したけど、もうあれはもう今もうやってないですもん。うん。誤った情報っていう考え方なのか、あれはね、どちらかっていうと、ボーカルエディット向きなんですよね。うん。しっかりレコーディングされたもの。とはいえ、卓録で、部屋なりでかなり中音域が回って入ってくる可能性がある中で、中音域を整理してなるだけ不要なところをクリーンアップしてから、プリアンプで汚して、でコンプでピーク叩いてっていうようなかなりボーカル的な作り方なので、そこはちょっと考えもんかなっていうところですかね。そこはすごく僕は気にかけてるところなので、まあ、今日もまた音声で悩むんだと思います。本当はちゃんとなんか環境を整えるべき、はい、XLR で接続できるガンマイクなりコンデンサーマイクなりで、僕はちょっとマイクをそういうコンデンサーとかガンマイクっていうのを映像に入れたくないんですよ。これラベリアマイク、ピンマイクだったらいいんだけど、結構今トレンドですけどね、画面の中にコンデンサーマイクが置いてあるパターン、長らくトレンドですけど、僕はあれをしたくないんですよ。全然おしゃれに感じないから、僕は。だから今はまあね、マイクを乗っけてる状態なんですけど、音声の部分も楽するためには機材投資かなとかって思ったりすると、あ、お金はかかるなみたいないう感じではあるっていう状況ですね。はい、まあこんなところで、今日はね、本当にこういろいろまたメンテナンスしなきゃいけないこともあるので、いろいろやりながら、他の仕事もちょっとね、仕事はあるので今のところ、そのコツコツやりながらやっていきたいなと思います。もう連休も近いですけど、連休明け大雨っていう予報もあったりするんで、まあね、外出ないんですけど、雨が降るだけで憂鬱になる、ちゃ憂鬱になるので、それまでにね、こう気が晴れてるうちに、天気が晴れてるうちに、気が晴れてるうちに、今すぐにできる仕事っていうのはもうコツコツ終わらしていきたいなと思います。熊沢でした。